やっぱりね、ここは生まれ育った場所ですしね、あとやっぱりこう道路とかこの町の作りとかから言っても、このちょうどこの場所が気に入ってんですよ。ここにずっとね商売して、私も30年ですからね、親父含めれば親父はもう50年渡ってますがね、ここでずっと、今それ作ってる布団はあれなん、注文が入った布団。うん、そうだね。これ注文で、なんかお孫さんが保育園に4月から通うつうのでね、お昼寝のお布団。自分は早かったような気がしますね、うん、今考えるとね、10年ったら普通長いですよね、10年っていうと、10年経ったがもうって感じね、うん、忘れてっとこがあっけど、あの時こうだったなって考えて10年っていうと早かったなと思って、本当にもう10年経ったのかなって感じ、うん。復旧はしたんでしょうね。復旧はね、うん、復興ではないですもんね、うん、まあ、にぎわいがあったり、いろんな活発化活性があって復興だと思うんで、うん、復旧はしたんですよね。確かにね、道路ができたりみんなね、うん、その違いかな、うん。お客さんがよくね、届けた時はね、わー綺麗になったなとか、立派になったとかっていう声でね、すごく嬉しく思うので、うん、そういうことでちっちゃいですけど、そういう喜びを
味わったり、物を作って出来上がった時、うん、して届けた時、うん、その毎日毎日そういうのでただただ、まあ、元気で続けられればいいなと思ってます。